もともとは、私の、おじいちゃん、またその上のおじいちゃん、またその上のおじいちゃんということで、江戸前の漁師さんをやってたもんですから、もう山崎家としては18代目となります。今年で、350年続いている家でございます。まあ、そういった部分ではやっぱりプラス、旬の魚、季節を感じながら旬の魚も選ぶっていうのがやっぱりその一番大変ですし、まずそういった中で旬の魚の提案っていう部分では山原がやっぱり築地では一番長けてるんじゃないかなと思います。日本で、商売をするに対して一番大事なことはやっぱり仕入れだと思います。そういった中で千両さんと付き合いさせてもらって、今年で 7,8 年になるのかな。その 7,8 年の中で常にこう感じるのはやっぱり彼らがやっぱり真面目でプロとしてのやっぱり意識、これをやっぱりすごく感じる。私は本当に築地の魚屋として、また魚の職人としてやってきてますから、旬、日本では春夏秋冬の一番美味しい時の魚を提案するのが私の仕事だと思ってます。私の商売として、また職人としての精神は、全ての商品に最善最良、それで鮮度抜群、これをこう出し続けていけるようにいつも心がけてます。